どうも、こんばんは、エネベです。今回は、東京グールリ・インボーク、最強氷なき討伐クエストのエースに、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。クインクスですね。でね、やっとこのリヴァイを、熟練の 100% にしたんですよ。で引いた時はね、2体が出てくれたのかな。その時に、一応 20% までは重ねてあげてたんですけど、もう全く使ってなかった。引いただけで全然使ってなかったんで、今回リヴァイを使って、戦っていきたいと思います。初めて使いますね、こいつ。で、相手がね、S ランクってことは、水属性の無きには草タイプの攻撃しか通らないんでね、武器耐久値を削るには。なんで、サイコで削るのをメインにしたいけど、リヴァイを前に出したいから、こうしようかな。まあ一応、ちゃんここうやっとった方がいいかな。火属性はあんまり出したくないから、ちょっと、白銀は今回、出番がないかもしれないけど、これでいきましょう。とりあえず、サイコを覚醒させたいから、殴りましょう。で、ブレイクしたいね。じゃあ、サイコにスキルが回るように使っていきます。サイコは、1回目のスキルを使うと自分にバフ、でっかいバフかけるんですけど、それやってると多分、一旦で、できないと思うんで、それやらなくてもできるかどうかわからんけどな。んで、ムツキ出して、うわ、これ厳しそうだな。覚醒まではいけたとしても、その後だな。最初多分ね、サイコはね、武器耐久値を削るスキルなかったんだよね。ないね。攻撃力2倍、防御力上げて、ガード率ないんだよな。だから覚醒はするけども。さあ、久しぶりに使うよ、サイコの覚醒。でか。やっぱりでけえ。まあ、こんなとこなんだよな。死なないでほしい。おっと、あ、全体攻撃なんだ。やべえ、これ敵団体麻痺、誰？うわー、リヴァイか。流血？おい、なんでそんなリヴァイ狙うの？やべえよ、流血麻痺は、あー、死んじゃった。待って、これ強すぎない？さすがにこれ強すぎだわ。また最後に、試さす立ち回り行くけど、そうだな、まずは、泣きからブレイクしていくか。くらえ。おら。んで、このまま攻撃をするんだが。泣きをこのターン中に倒せないかな、どうにか。一応この暴走ハイセ君もキラーは持ってるんだよね、草タイプの。持ってたはず。で、ナキにもう一度ドーカウント、あ、全体か。ドーカウント入れて、あ、ナキなんとなくいけそう。あ、ミザもブレイクしたね。多分ミザは武器耐久値削りじゃなくて、普通にブレイクしたのかな、あれは。あれ、武器耐久値削ったのか。前衛削りだったっけな、武器耐久値って。なんとかいけそうではある。いけたね。おい、ちょ、待てよ、今日はさ、まあ、サイコもそうなんだけどよ。せっかく熟練で 100% にしたリヴァイ兵長を使うっていうコンセプトの動画だったのに、なんか普通に一旦目で排除されちゃったんだが、まあまた次の動画で使ってあげよう。はい、ということで最強降臨なき討伐クエストの S でしたね。まあなかなかこうやってパーティーにね縛り入れてやると難しいんですけど、まあそれもあと1ヶ月半ですよ、できるのも。なかなかね、ちょっとモチベが落ちてきちゃったね、やっぱりどうしても。なんかキャラも多分もう追加されないんじゃないかなと思ってるし、派遣はなんとなく追加されるんだけどね。まあそうですね、まあ、派遣追加されるって言っても占領戦の報酬だけどね、まあ、占領戦あと1回2回3回ぐらいあるのかな。このまま1週間っていうペースでいくと2回ぐらいはまああるのかな。はい、というわけで、お疲れ様でした。またね、駆逐もあげようかな。駆逐正直、今何のキャラ？今着てるガシャのキャラ、もしかして特攻になってんのかもしれないけど、今着てるガシャのキャラ、一体も引けてないんで、あげるかどうかわかんないですね。
というわけでお疲れ様でした。